はい、ありがとうございます。それでは私の方から国家案件が発信する気候変動適用のための科学的知見というところで発表させていただきます。国立環境研究所気候変動適応センターのかと申します。よろしくお願いいたします。で、本日ですね、私の方からどういうふうな内容でお話しさせていただくかというところになるんですけども、こういうふうな内容でお話しさせていただきたいというふうに思います。 まずはじめにですね、あのこれはの環境省様からもあのご説明あったんですけれども、弊社気候変動適応センター,ー、えー、というところなんですけれどもあの、気候変動適応法の施行と合わせて、同じ時期に2018年に設立されたというところになります。で、まあ、あの当、えー、センターの重要なミッションといたしましては、まあ、国内および世界において気候変動を適用 こういったところをまあミッションに日々活動を行っているところでございます。でこちらもですね、先ほど環境省様からあのご説明あったんですけれども、まあ、弊社においては、えー、気候変動適応センターというところが中核となって、また情報基盤として、まあ、A プラットと、まあ、こういったものを基盤にいろいろな活動を行っているところでございます。でまとあのえー、あの弊社研究所でございますので、あの国の機関やあるいは大学の先生と一緒に研究を行ったり、 ですね、あるいはあの右の方を見ていただきますと、まあ、地方公共団体の皆様と一緒に今適用をどうやって進めていけばいいか、まあ、こういったところの情報交換等を日々行っているところでございます。でまた、e p ラットを通じて、国民の皆様にいろんな影響適用の情報を発信させていただいてございますあるいは企業、事業者の皆様に対しても、有用なデータをです、ね、あの発信していく、こういったところを行っているところでございます。 で先ほどからです、ねまあ、A プラット、A プラットというふうにあのしお伝えしているところであるんですけども、あのこの中に A プラットをご,ご覧いただいた方おられるかなと思うんですけども、これがあの現状でのトップページとなってございます。 で、上の方を見ていただきますと、まあ、地域の適用、事業者の適用、個人の適用というところで、まあ、ステークホルダー別に入り口を少し整理してございますというところで、まあ、本日ですね、あの民間事業者様がまあ主としてあの対象となっているシンポジウムでございますので、まあ、事業者様のホームページに行くと、どういうふうな情報が格納されているかといったところを簡単にご紹介させていただきたいというふうに思います。で、まずですね、あの事業者の皆様が適用を進めるにあたって、 Yeah. Hey. まあ、なかなかこう情報がないというふうな状況であったんですけれども、ただですね、最近いろんな参考となる情報が出てきてございます。で、まあ、先ほど、あの、環境省様からのお話ございましたように、まあ、環境省様からこういったガイドを出されておりますし、あとはですね、特に今年、まあ、TCFD に関するまあいろんな資料も出されてございますので、まあ、こういったものをですね、あのなるべく網羅的に格納することによって、 皆様に見ていただくまあ、こういったところを行っているところでございます。で、あとですね。まあ、なかなかこう企業と。 適用どういうふうな関係があるのか、あるいはどういった取り組みがあるのか、こういったところ、あのいろいろご質問をいただくこともございますので、まあ、この A プラットの中では実際、企業様が取り組んでおられる適用に関する取り組みというところも事例としてご紹介させていただいてございます。で、まあ、企業と適用というところからいきますと、実は2通り意味がございまして、まず1つが気候リスク管理というところで、ここがま,あまさにです、ね、自社の事業を気候変動による影響 から守る、まあ、こういった取り組みというふうになってございます。その一方で適用ビジネスというのはまあ逆にですね、気候変動というものを逆手にとってまあ活用しようというところで、まあ、こういったものを適用ビジネスというふうによるところではあるんですけども、まあ、こういった取り組みをです、ね、あのご紹介させていただいているところでございます。あとあ、よくいただくあのご質問といたしましては、ああ自社のサービスに載せれないのか、まあ、こういったお問い合わせ、よくいただくんですけども、あの基本的にすでにサービス化されて るものにつきましては掲載可能ですので、もしあのご興味ございましたらぜひですね、あのご連絡いただければというふうに思います。で、ここからがまあですね、あの科学的知見というところでまあ、現状国間間からどういうふうなデータを発信しているかといったところを少し簡単にご説あのご紹介させていただきたいというふうに思います。で、まずですね、あの将来を視野にあたってじゃあ気温がどうなるのか。 降水はどうなるのか、まあ、こういった情報を非常に重要になるところであるんですけども、あのご関係の方からではです、ね、あの最新の気候シナリオと、まあ、CMIP6 と呼ばれる、えー、まあものになるんですけども、まあ、こういったものをです、ね、あのより皆様に使いやすいような形であのデータ発信というものを行ってございます。でこれはですね今年の,あの5月1日に公開したものというふうになってございまして、まあ、詳細はあの個々の表を見ていただくことにしまして、まあ 時間分解能としては1日空間解像度としては1キロといったところでこういった情報を発信しているというところでございます。 またですね、あの将来検討するにあたって、まあ、例えばじゃあ人口がどうなるのか、まあ、こういったところも非常に重要な情報というふうになってくるところではあるんですけども、まあ、こういった情報もですねあの最新の情報をこ今年の7月にですね、えー、あの配信しているところでございます。まあ、ここではまあ市区町村別の人口、あるいはまあメッシュ人口、メッシュ別の人口というものをあの提供してございますので、まあ、ぜひです、ね、あのご覧いただければというふうに思います。 であとはですねあの将来、あの日本においてどういうふうな影響が生じるのか。 すでにです、ね、A プラットの中には WebGIS を介して、こういうふうな情報をあ閲覧するようなことができるツールを実装しているところであるんですけれども、まあ、新たにですねこの10月にいいあ閲覧可能な指標というものもあのバージョンアップ、あるいは追加しているところでありますので、ぜひです、ねえー、あのご確認いただければというふうに思います。まあ、特に新しいところといたしましては、まあ、一番下になるんですけれども、海、ま、水、あ、面の情報等も追加してございますし、あと あとはですね、総務省様からご提供いただいたまあ統計マップですね、こういったものも新たに実装してございますので、ぜひです、ね、一度ご確認いただければというふうに思います。であとはですね、これはあの情報の見せ方というところになるんですけども、まあ、TCFD の分析で1.5度シナリオ、2度シナリオ、その場合にどういうふうな影響量がまあ生じるのか、こういったまあシナリオ分析がまあ行われるところであるんですけども、まあ、こういった た分析にですね、ダイレクトに使えるような形で横軸、気温、縦軸、影響量というところで、まあ、こういった見せ方の工夫も行うことによって、まあ、TCFD のシナリオ分析でご活用いただければというふうな取り組みも行ってございます。であとはですね、これはの比較的全球に近い、全球というのは地球規模というところになるんですけども、まあ、全球で使用可能な気候シナリオも提供してございますので、まあ、ぜひですね、あの もしご興味を持たれましたら、ご確認等いただければというふうに思います。あとはですね最新の水資源、水モデルを用いた水リスク指標を閲覧することができるようなツールも開発してございますので、ご興味ございましたら、こちらもぜひご確認いただければというふうに思います。 でこちらはです、ね、あの現在あの開発してございます新たなツールというところにあるんですけども、まあ、これは全球を対象に国別、行政区間別に気,候が気温が将来どうなるのか降水がどうなるのか、まあ、こういったところを閲覧することが可能なツールも。 開発してございますでこれにつきましては COP26 に合わせて公開する予定をしてございますのでぜひですねあのご期待をいただければというふうに思います。 であとは、ですねなかなかあの例えば自分の業種のセクターでどういうふうな影響が生じるのかあるいはどういうふうな適用があるのか、まあ、こういったところの情報を従前はまり整理されていなかったところもございますので交換券の方ではですね今ここに記載してございますような セクターを対象にですね、まあ、どういった影響があるのか、あるいはどういった適用策があるのか、まあ、こういったところを視覚的に示すようなツールというものも作成してございます。まあ、なかなかこう絵だけですと、行間が埋まっていないところもございますので、まあ、この裏面にはですね、まあ、もう少し文章を追記しまして、詳細な説明も加えてございます。でこれにつきましては、近日中に公開する予定をしてございますので、ぜひですね、あの公開されまし したらご活用いただければというふうに思いますまあ今後もあの対象としますセクターは増やしていく予定をしてございます であとはですね SNS を通じた情報発信というものも最近、強化してございます。で特にですねツイッター、フェイスブックによる情報発信も強化してございますので、ぜひです、ね、あのご活用いただければというふうに思います。まあ、ハッシュタグ、事業者で事業者に関する情報もあの検索することができますので、ぜひご活用いただければというふうに思います。 であの本日のシンポジウムですね、あの実は過去4回、ここ数年ですね、毎年民間事業者様を対象としたシンポジウムを行っているところでございますと。で、実はですね、あの2017年に一度 TCFD というものを対象としたところであるんですけども、この時点ではまだまだ TCFD に関する認,知認識というのは、まあ、進んでいなかったというような状況であったか取り返して、あの、記憶してございます。ただやはりここ数年で TCFD に,に関する取り組み、あの急激に進んでいるところでございまして、まあ、こういった状況下において、 まあ今年はですね、まあ、TCFD の中でも物理的リスクに主眼を置いたようなシンポジウムというところで開催させていただいたところでございますというところで、まあ、これ以降ですね、TCFD に関します国の取り組み動向ううというところと、あとはまあ民間企業者様から先進的な TCFD の取り組みというところでご発表をいただきますので、ぜひご期待いただければというふうに思います。 以上、あの、掛け足になりましたが、私のお話、これで終了させていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。